こんにちは、山旅旅チャンネルの柳原です。今回は春になると必ず出かける鳥海山でのバックカントリースキーの模様について紹介をします。鳥海山は山形県と秋田県の県境にあって、雪が積もった姿が富士山に似ているため出羽富士とも呼ばれ、周辺の町からは鳥海山の頂上まで見ることができる象徴的な山です。標高は最も高い2236メートルの新山があり、頂上からは日本海そして町並みを一望することができます。春になると登山口付近まで車でアクセスすることができ、雪山登山やバックカントリースキーを楽しむことができます。僕はゴールデンウィークに鳥海山でスキーを楽しむのが一つの行事となっており、鳥海山でのスキー中は春の訪れを楽しみ、スキーを終えたらもう間もなく板納めだなと考え、これからやってくる岩夏りテント泊登山の計画など少しずつ頭が切り替わっていきます。今回鳥海山で楽しんだコースは、払い川から頂上へ向かい、1日目は東面を滑り、2日目は北面、遠くから見ると壁のような見た目から北壁とも呼ばれるんですが、この斜面をテレマークスキーで楽しみました。夏山では矢島口と呼ばれる登山口から頂上に向かうコースと近しいルートなんですけど、雪山では登山道はありませんので、ルートファインディングをしながら最も効率的に頂上へ向かうことが重要です。できるだけ同じ斜度を一定のスピードを保ちながら板を履いて歩いていきます。登山をする時も斜度がきつくても緩くても同じスピードで歩くことで疲れにくい登山が可能なんです。七高山に到着したら外輪を通って東面側に移動。移動したら滑走モードに切り替えます。広く雄大な斜面をシャリシャリっと音をさせながら滑る気持ちよさは春のスキーならではです。そして鳥海山の斜面は緩やかで広く、僕が知っている数少ないバックカントリーエリアの中では最も好きなエリアなんです。2200メートル付近から1400メートル付近、おおよそ800メートルの標高差を滑ったらランチタイムです。この日は日差しが強かったので、日陰を見つけて持ってきた 280ml の小さなボトルのコカ・コーラで喉を潤します。このサイズのコカ・コーラ、エネルギー補給に素晴らしい効果を発揮してくれます。夏山登山でもぜひおすすめなので持って行ってみてください。1日目はこれで終了。2日目は遠くから見たらまるで壁のような見た目から北壁と呼ばれる約40度くらいの傾斜の斜面を滑ります。1日目と同じようにハイクアップを行って2236メートルの新山に向かいます。新山に到着したら記念撮影を行っていよいよ北壁を滑ります。北壁は1日目とは違ってかなり厳しい斜面をイメージしていましたが、滑走している人は皆無。もうものすごく気持ちよくて、雄たけびを上げてしまうほど、そしてノートラックで最高の一本を楽しむことができました。北壁を滑ってボトムまで行ったらランチタイム。そして藪漕ぎをしながら矢島口へと戻ります。この藪の濃さ、そしてスキー板を担いでいるという状態、またプラスチックブーツで歩かなければいけないという三重苦でアドベンチャー感半端ない下山となりましたが、最終的にはこの藪漕ぎさえも喜びと変わるような素晴らしいツアーを楽しむことができました。